こんにちは。田辺聖子の「混浴物語」より「ホトトギスの女」の2回目をお送りします暗くてよくわからぬが建物のぐるりの追垣も頑丈に高い門がありさらに邸内へ入ると深い堀が掘られて橋がかかっている まことに用心堅固な資産家風の構え友の者たちや馬は堀の外側の小屋にとどめられ中将一人橋を渡って家の内へ入った屋敷の塔は多く正面の客間とおぼしきところへ案内される津窓から入るとそこは結構なちょうど失られた部屋であった 美しい屏風基調を立て清らかな新しい畳を敷きおもやとの境にすだれがかけられてあった「こんな山奥に京の町にもめったにないほど風雅に住みなしている主は一体どういう人だろう」「この奥ゆかしさはいかにもあの人の住まいにはふさわしいけれども」と中将は思った。 あたりはしんちんとした夏のと遠ねのホトトギスが聞こえるやがてよい香りがなをうったと思うと清水寺で出会ったかの美女がぬずれの音とともにおも屋の奥から現れた明かりのもとで近く見る女は近まさりしていよいよ美しく 中条は夢かと思う。しかし、夢でない証拠に、宮間まらしくホトトギスは、屋敷の屋根の上で泣き交わし、女は現実に中条の腕の中にいて、自らも情を込めて中条を抱きしめ、愛を交わしたのだ。中条はいよいよ彼女が愛しくなっている。中条は囁いた。 私はもうあなたを話しませんよ。観音様が死ぬまで添い遂げよと二人を巡り合わせてくださったのですよ。末の松山の深いちぎりというものを私は今初めて知りました。あなたのほかこんな気持ちになった人は今までなかった。 中将が熱情を込めて言うのに女は顔を背け物思いに沈みやっと死ぬまで添い遂げるなんてことおっしゃらないでと言いさしてついに声を忍んで泣く気配その悲しみが尋常でないので中将もやっといぶかしい思いが湧き「どうかしたの?」。 と顔を覗き込むと、女はいよいよ身の置きどころもなく、悲しそうに涙をあふれさせつつも、いいえ、なんでもないわ、と首を振るではないか。でも、あなたの様子はただごとじゃないね。どんな悩みや悲しみがあるの私でできることなら、どんなにでも力を貸すよ。 中条の真心込めた言葉に、女はなおも一層激しく声を忍んで泣きながら、溜まりかねたように、お優しいお言葉。私、到底あなたを欺くことはできないわ。お驚きにならないでね。あなたのお命が危ないの。そうして打ち明けた女の言葉は、 戦立すべき秘密であった今日はここでおしまいにいたしますありがとうございました